しよう、カジッコジャコバータイポンです。それではマンチェスターユナイテッド竹下久保でバロンドール受賞目指す実況やっていきたいと思います。それでは今回アウェイでワットフォードってことなので、ワットフォードですね。ワットちゃん、ワットちゃん、赤がいいな。やっぱやはり赤がいい。おー、じゃあ久保としてプレーでいっちゃいましょうか。プレミアリーグ、ワットフォード VS マンチェスターユナイテッド。さあ久保、やっていこうか。この試合もやっていこうか。お、インモービルだからね。インモフサフサコンビで、はい、行っちゃいましょう。フサフサしていこうぜ。フサフサしてもうやめよう、やめよう。なんかだんだんこの久保シリーズがね、ちょっとそっち系になってきて。あー、よし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 、はい、インモ。いや待て、ミスったぞ、ミスってる、やっちまったぜ。さあ久保に、空いてる空いてる、おい、オッケーオッケー、いいよ。あ、素晴らしい。あと、リュデがいんのかよ。待て、はい、久保っちシュート、しょぼいです。はい、久保、いいね。相手のそういうミスをしっかりついていく。いや、すごい。カシーじゃ。っていうか、なんか、ワットフォードメンバー強くねえか？リューデガー、マフェヨ、そしてバイグル。これ、そうなんか、いい若手がいい感じに育って、なんか強そうなんだけど。怖、しかも帰国カシーじゃでしょ？なんかめっちゃいいメンバー揃ってねえか？さあ、オッケー。おーしよし、久保。走れ、走れ。インモ、インモ。オッケー、ありがとう。これはもう冷静に流し込むだけ。オッケー。簡単ですよ。作業的にはね、シンプルでいいんだよ、シンプルで。久保も走っていって。はい、ドヤ顔だね、ドヤ顔。ドヤってます。ちょっとなんか逆光みたいになってんだけど。若干逆光で暗かったんだけど。いいね。早い、もう、シャン、シャン。はい、ありがとうございます。久保くん、どうやってます？ 22 ゴール目。どんだけ決めてんだよ。もうロナウド、メッシ超えてっから。あ、ドルベリーンじゃん、しかも。マジかよ。ドルベリーン、多分これ5年後とかだから、相当このさっき挙げたメンバー強くなってるよ。はい、久保。さあ、ここにどうですか。いいですね。あれ、へえ、普通に取られちゃってるよ。サクセス、サクセスってやつなんか名前聞いたことあるんだよな。サクセス、アルベルト・モレーノ。マジでめっちゃいいメンバー揃ってんじゃん、ワットフォード。ドルベル警戒、ドルベル警戒。ボヌッチ、ボヌッチ、あ、ボヌッチか。おい、もうボヌッチもやめろ、使うの。もうちょっとさすがに能力弱くなりすぎなんだよ。はい、陰謀。パスです。いやー、きつかったね。あー、久保が潰されちゃったよ。サツサクセス、OK。サクセス。いい名前だよね、サクセスって。あれ？なんだ今の。さあ、もう前半の時間はないけど、もう一点取りに行く。久保くんはね、そういうのそこまで見てるから、ちゃんと。あ、なんで、なんで。さあ、後半ですね。次は、まあ、これはちょっとフル出場させていくから、今シーズン成功させたキーパスの数には満足している。満足すんな、そんな。もう久保は満足しないからな。なんで監督満足してんだ、バカ野郎。はい、久保、いや、いい。陰謀、陰謀、ちょっと強引だねえか、強引だねえか。なんか昔の人になった気分だぜ。おい、通してくれよ。久保くん走っていくよ、久保くんが。さあ、お願い、オッケーオッケーオッケー。いや、早っ。ああ、早すぎ問題、これ早すぎるって。こうなっちゃうやつね、もうなんとかしてほしい。あ、マルシャル取ったけど取られちゃったよ。久保に回せ。おい、カゼミーロ、そこあたふたしちゃったな。あたふた、あたふた。ドルベリ、おい、なんかカゼミーロ倒れた。かわいい、かわいいよ。何こっち、いや止めんなし。なんで止めたんだよ。さあ、マティッチ代わってポグバ。あ、エルシャラビいたんだけど。
え、エルシャラが入ってきたんだけど、マジかよ、アートフォード移籍しちゃったのかよ、いつの間にかに。どうした、ローマ裏切ったのか。いや俺はミラン裏切ないで欲しかったけどな、正直。裏切るっていう言い方ちょっとあれかもしれないけど。来た、いや待て、はい、いい、マルシャル決めて、ありがとうございます。これはまあ決めるよね。まあ久保のゴールと言っても過言ではない、正直。そんな調子のんだマルシャル、そんな調子のんじゃないぞ。はいはいはい、めっちゃ喜んでる。めちゃくちゃ喜んでんじゃねえかよ。これでも決めてほしかったな。お決まりパターンですね、久保くんの。いいね、マルシャル。陰謀変わって誰だ、 あれか、あいつだ、若手のやつだ。今この時代は、この久保の世界線だともう若手じゃないと思うけど、現実世界は若手。はい、久保は躍動する久保。いや、いいね、はい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 、ナメップ。ナメップ。いいね、クボ。はい、ナメップしちゃったよ。かわいいね、クボくん、かわいいね。これがワールドクラスだ。え、ボン。これだけでもうね。はい、もういいから、かっこいい、いい、素晴らしい顔してる。さあ、ボヌチに代わって、あ、ジューレかな、あれ、ジューレ。はい、固有にしてくれよ、ジューレ、頼むから。さあ、もうアディショナルタイム2分、悪いタイミング、なんかちょっと怒られちゃった。 OKOK、 まだもう一点いけない。あー、もうなかったね、時間がね。まあとりあえずいいですよ、久保くん、ゴール、2ゴール1アシストかな。あ、いや、0アシストか。はい、見ましょうか。てか、あんまそれ以外、ゴール以外なんかハイライトなかったな、この試合。はい。まあ、2点目もまあこれ、アシストじゃないよね。これ、アシストじゃないけど、ほぼほぼアシストみたいなもんでしょ。これ。そして3点目。まあ、久保くんは2点目か。はい、ナメップー。いやー、いいね。9.3。マンオザマッチじゃないか？素晴らしい。練習をしましょうか、クボッチ。全然、本当に長いな、道は。あ、いや、そんなことないかも。カーブとフリーキック精度上がりそう。はい、それではアウェイでベースモナコ。これ CL だね、CL。じゃあ行きましょうか。まだ11月23日なんだ。結構、でも結構やってんね。やってるっちゃ。シャキリ、モナコシャキリ。そう、いたね、そういえば。じゃあ、久保としてプレイで行きましょう。チャンピオンズカップ、メッシモナコ、ベースマッチ、ユナイテッド、ユナイテッド。これもう何回目だ、でもモナコと2回目ってことはもう4節以降、いや5節ぐらいなのかな。そういえば CL の組み合わせ決まったね、見ましたよ。なんかグループ B、C、H か G がすごい、なんだろう、結構死のグループ的な厳しいグループだった気がする。なんかリバプールはちょっとかわいそう、かわいそうというか、なんか若干、あ、でもそうでもないか、インテル正直しょうもないからな。ちょっとインテル好きなのにさ、毎年しょうもないんだけどさ、インテル、チンテルなんだけど、本当に。いやー、確かバルセロナ、インテル、リバプールじゃなかったっけな、あれ違うかったかな。いや、そうだった気がするんだけど、まあ大丈夫でしょう。インテルは正直もう今ビッグクラブというか中堅クラブの位置になってるけど、メンバーはかなりいい感じなんだけどね。今年さらに強化してね、デフライ、ケイタバルデ、ナインゴラン、待って、あと結構あれしてる、補強してる。マルシャル、はいはい。いや、異次元すぎるでしょ今の、ちょっとさすがに。これラカゼットだっけ、これ違うっけ、あ、リンガード、違う、ラカゼットね、合ってるよね、あれどっちだっけ。ちょっとややこしいんだよな、そこら辺の久保くん。待って、あと誰補強したっけインテルって。
もう忘れちゃったよ。さあ、久保しっかり見てるからね、ここ。素晴らしいね。セルジ・ロベルトへの。あ、ルカク。久保！あー、ヘディングはダメか。残念なヘディング。ムバッペ警戒、ムバッペ警戒。ムバッペがいる。ムバッペ VS 久保。はい、はい。明らかおかしかった、今、一人だけ。速さがちょっと違かった。はい、ルカク。こっち、斜めに走る動き。はい、素晴らしい。いやちょっともう違いすぎるわ。はい、この右足、いや、決めたの左ですよ、久保さん。久保さん、決めたの左足です。多分、ちょっとミスってます。いや、これ、なんなん、こいつ。うますぎねえか。あー、もうキーパーもね。重なってるからね、ちょっと味方のディフェンダーと遅れちゃうよね、反応が。仕方ない仕方ない。ちょ、なんかわかんないけど久保くん怪我してます。謎に怪我の中プレーしてます。怪我の中でもこのパスだよ、すげえな。はい、マルシャル。いや、決めろし、それは決めろし。止めたね。はい、ユナイテッド久保負傷って出てる。ちょ、やばいやばい。怖いんだけど、久保負傷は。いや、待って。負傷の中でもやるよ、俺は。負傷の中でも。おっせ！待って、めっちゃ遅くなってる。ひで！ファール、ファール、ファール。おいおい、負傷なのに。おい、ひでえな。蹴るぞ。しっかり蹴る。しっかり決める。いやー、これ負傷の。影響出てるんじゃないの？え、交代とかさせられないよね、もしかして。普通に嫌なんだけど。うわー、交代させられたー。シミュレートしましょう。いや、久保くん3週間の怪我。え？ 3 週間 ?1、2、3。約1週間。1週間じゃない、いや、間違えた。1ヶ月出れないって感じ？これ。え、きつくないか？これは。どうなんでしょうか。久保に災難。どこでやられたかもちょっとわからない。はい。選ばれてない。きついぞ、これ。怪我の影響ないといいけど。OK。引き分けか。まあ、いいんじゃないか。あ、でも、優しいね。怪我をしてることも踏まえ、目標が達成難しいことは承知してる。ありがとう。いや、何その、めちゃめちゃ優しいじゃん。あ、でも、試合の流れを変える久保に賞賛が集まる。めっちゃでも、褒められてんな、一応。うわ、ルカクが、トレーニング中に負傷して6週間。サーサンプトもちろん選ばれてないよね。ちょ、一気に飛ばしちゃおうか。オッケー。カゼミロがゴールで勝ったね。ドルベリ4得点で試合を決める。4点も決めたんだ。じゃ、レンジャーズ戦ですね。これは、選ばれてない。もちろん選ばれてない。まあ、別にもシエルは、多分、1位で行くのは確定してるでしょ。オッケー、3、1。余裕じゃねえかよ。来た。練習復帰。OK。たった3試合か。ああ、じゃあいいよ。3試合だけだったら全然いい。むしろ久保休めたんじゃないかっていう。ほら、カーブも上がって、フリーキック精度も上がった。いや、選ばれてないね。まだ治ってない。完璧には治ってないか。トレーニングに復帰できただけか。OK、OK。ブライトン戦勝ってくれ。OK、2-0。さあ、じゃあトレーニングはしましょう。しっかりと。お、なんか、守備が上がったか？上がるか？上がったね。53、全部54になった。もう試合復帰できるようですので、次の目標について通知再開します。ありがとうございます。あ、意外と早い。早い早い。全然大丈夫。これぐらいなら。それでは次の目標ですね。ウルブス、スウォンジ、エバートン、ウェストハム。まあ、ちょ、中堅クラブたちとの試合が多い感じだね、リーグ戦は。あ、マッチレート 9.0、パス90か。怪我明けの目標きついな。はい、ということなんで次回はアウェイでウルブス戦ですね。はい、ちょっと怪我があって4試合ほど出れなかったけど、まあ、正直それはね、ぶっちゃけ良かった。休めたからね。はい、久保くんもしっかりリフレッシュできたんじゃないかなというのことなので、まあ、この試合からもがっつり点取っていきたいと思います。それではここまでご視聴ありがとうございます。この動画が良かったと思ったらグッドボタン。まだチャンネル登録しない方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイ、さよなら。パイオニア。